今木は現在の岐阜県加西市に存在した日本の城である。絶頂に期待突き出した丘陵市脈の先端部分にある標高約160メートル、飛行差は約20メートルのあたご山一帯に築かれた。城主の小池家次は金山城主である森吉成に仕えていた。天文年間にこの地域の豪族であった小池家次が築城した。天正10年に 織田信長が本能寺の変が起きた後、今まで森氏に従っていた東農諸国の武将は反抗するようになった。森長義は反抗する武将を武力で鎮圧したが、その際に家継もその対象となった。その後、森長義の立ち退き命令により廃城となった。記録には残っていないが、廃城後に回収した痕跡があることから、天正十二年小牧、 長久手の戦いの際に、森氏が今木を回収したと見られている。昭和35年頃まで山頂部には、あたご神社が鎮座していたが、廃車となっていた。現在は車、土塁、掘り切りの遺構は整備されている。豪族の城郭なので、規模も小さく、山頂部に周囲を土塁に囲まれた本丸があり、ここが南北に2箇所開かれている。途上口から登る途中に、 椎茸が栽培されているので、基本的にこの道は、私有地であり立ち入り禁止になっている。そのため、城に行く際は、右脇の農道を通るルートか裏の入り口から行くルートしかない。山頂部は一辺が約30メートルくらいの平地になっている。三の丸二城主である小池家継ぐの墓の小さな五輪塔が数基立っている。二の丸にはかつて、 小池家次が居住した屋敷が存在したと言われている。鉄道路線バス自動車道、ありがとうございます。